はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。4時回りましたね。まったりとした午後ですね。今日もシエスタしまして、気持ちよく、今日はねお昼にね4カも飲んでしまったんですね。だから未だフワーっとしてるんですよ。はい、お前はほんまに仕事せえへんなと思ってるでしょみんなそうなんですしません。喋ってますね最近の、こればっかし。今日の日経平均は159円高で終わりましたけども、ドル円はほとんど動いてなくて 109.9 なんですね。これほとんど動いていないと言っていいんですけども、ふとウォンを見ましたらですね、ウォンなんと今1ドルが1155というところに来てます。まああんなわずかなんですけども、今日はですね1140台で始まったんですね。でこれは1155というところまで来て、まだなんか上がっていきそうな、ビヨンッという下がり方です。要はあのグラフは上がってるわけですね。でもウォンの価値は下がってるわけでして、今1155でして、ここのところ一番安いんじゃないですかね。で、出来高もですね、ちょっと怪しげに、あれ？出来高膨らんでないですね。あ、膨らんでんのか。あ、膨らんでないですね。おかしいですね。出来高がないのに下がっていくってどういうことなんでしょうというですね。ドル円が変わらないのに、ドルウォンが下がってるということは、どういうことかと言いますと、独歩安ということなんですね。つまり、ウォンだけに何か下がるべき材料を見つけて、こう、売ってはる人がいるわけなんで。で、まあ、ドル、ウォンがね、安くなればね、お隣さんの企業のですね、その、利益は、ウォン建ての利益は増えるわけなんですね。物を輸出したときに、1ドルを買えたときのウォンの傘が増えるわけですから、まあ、だから、その、まあ、いいっちゃいいわけですね、輸出型の企業。例えば、サムソンなんか完全な輸出型の企業なんで、それはそれでいいんですけども、長い目で見ると、その、国自体が貧しくなるってるわけですね。まあ、日本なんか典型的にそうでして、本来、その、この今109円とかですけども、本来60円ぐらいになってるのもいいはずなんですけども、だからですね、その、それが安いわけですね。2円が安いから、我々海外旅行した時になんかえらい高いやんと。私は知ってますよ。その、もう海外旅行したらね、なんでみんなこんな安いねみたいな時代があったんですよ。何年前でしょうね。30年ぐらい前でしょうかね。もっと前かな。もうそんなんで、日本円で1000円も出したら美味しいご飯食べられたんですよ。もう、東南アジアとか行ったらもう1食90円とかでも全然 OK みたいな。そういう時代が昔はあったんですけども、今はそんなことないでしょ。で、むしろ高いですね。ヨーロッパとか行ったらもう、お昼ご飯食べるのでも2000円ぐらいで上がったら安いやんという感じになってますね。それはなぜかと言いますと、円が安くなったということなんですね。円が安くなってしまったということでして、それはどんだけ国民が貧しくなったということなんですね。だから本来、ドル円の場合は私は円が60円が70円ぐらいでもいいと思うんですけど、そうなるとね、輸出型の企業は儲からないから日本全体暗くなるんですよ。なんか知らんけど、なんかね、その辺がね、よう分からんちゃよう分からんんですけど、だから、安倍政権が誕生して何をしたかと言いますと、円をやたらと増やして、マネタリーベースって言うんですけど、今の言い方はね、昔は流動性とか言ってたのに、同じやん。同じ。とりあえずお金増やして円の価値を下げようぜということを2013年のから金融政策でやり始めて、1ドルが80円とか90円とかやったのがですね、まあ、120何円まで行きましたね。で一気に世の中明るくなったんですよ。不思議ですね。あれはなんかね、私は別に円高でもいいと思ったんですけどね。まあまあまあ、それでとりあえず蘇ったんやから、まあええやんという話ですけども、ちょっと落ち着きましたね。 1155.09、 もうすぐ1155割りそうですけど、ドルウォンもそうでしてね、これ1997年の通貨危機っていうのはございました。その時はですね1700ウォンぐらいまでいったんじゃないですかね。で、要はウォンの価値がそこまで落ちたわけですけど、まあまだ全然マシですよ。
そんなんね、例えば1ドル1万ウォンとかってなったらもう紙くずに近いですからね、ウォンは。うん、まあ、そんな風になったらなったんでまた困るんですけども、まあせいぜいね、2分の1になるとか、だからそんなんで済んだんですよね。1997年は IMF が介入しました。で、今この1155とか言うてますけども、これまだまだ全然安全圏でして、昨日も言いましたけど、1200を超えて1300を超えたら、あれあれあれってこうなるんですよ。もうそのね、落ちるときはストーンといきますから、あっという間に1200が1300になって400、500、600ってなるわけですね。で、なぜそうなるかと言いますと、海外の投資家がですね、もしかしたら愉快なお隣さん、我々の愉快なお隣さんのあの国危ないんちゃうかと思い始めたらですね、ウォン資産を逃避させるわけですね。ドルに変えて逃がそうとするわけです。そうなると一気に流れができてしまいます。ちょっとその気が あるんですけどね、ここ 1,2 年あるんですけど、まあサムソンやヒュンダイのですね、輸出好調、あとは外貨準備がまあ積み増していると、あの国の統計も今一つね全部信用できないんですけど、まあ一応表面的にはそうであるということでですね、最近は調子は良かったと言っていいでしょうね。2年ぐらい前は1200ぐらいでした。1200いくつぐらいでしたけど、今まだ1150ですから、まあ 5% とか 6% の違いなんですけども、まあそれくらいででもですね、非常にそう分かりやすい指標なんです。これが一番分かりやすいんですよ。ドルウォンのがあれですね、これが1200を超えてくると、俺おかしいで、ちょっと変なんちゃうかみたいになってくる。で、盛んに言われているのがですね、向こうからですね、スワップとか言い始めたら、またちょっと怪しいんですよ。ちょっとお金足りんかもしれへんってなってるわけですよね。ちょっと足りんかもしれへんから、ちょっと日本から貸してもらうような準備しようなっていうのがスワップでして、最近言いませんね、でもね、大体言うてくるんですけど、その今そんなあの人ら仲悪いのに言わへんやんとかって日本人の感覚では思うでしょ。それ日本人の感覚なんですよ。いや、あの人ら全然関係ない、ね、関係ないからお隣さんなんやん、ほんまに関係ないと思うて、どんだけね自分たちがね、こう弱い立場にあろうがね、あれですね、本当にないことがバレてですね、苦しい立場にあろうが、かっこ悪い立場にあろうが、言うことは言うんです、あの人たちは。お金貸してってあんたら私たちに貸す義務あるやろとかで、そういう言い方で来るわけですよ。だから何かあったら必ずね、何かって欲しいな、スワップしてほしいなという時には何らかのサインを出すんですね。2、3年前にですね、向こう側から何やったらスワップ協定や結んだってもええでみたいなことをですね言うた時に、財務大臣だった麻生さんがあれ言うたのは、なんで別にあの偉そうなこと言われて金貸さなあかんねんって話がおかしいじゃないかっておっしゃってですね、そうこっちからね、わざわざね金貸したると言うて貸さなあかんねんって、おかしいやろそれはっていう話なんです。お前らが欲しい、お前らが結んでほしいんだったらスワップ協定結んだんでみたいな言い方をされたんですね。一時が万事でそういうお方たちなんで言うてきますよ、その本当に詳しく苦しくなったら。で、今のところ、戻りましたね。1154.85 まで今戻りました。今のところですね、そこまでは行ってないという感じがします。そこまでは行ってないという感じがしますんで、心配はないんですけど、若干最近ね、動きがね、ちょっと弱くなってきたかなと、ウォンがね。で、この後きっとおかしくなるんであれば、ニュースに出てきます。日本とスワップやったらほえんちゃうか、みたいなこと。あとは、経済ニュースでですね、外貨準備がどうのとかですね、貿易黒字がこんだけ増えたで、とかっていうニュースが、ピンと出始めると、もしかしたらおかしいんちゃうのという事態が進行している可能性があります。いつものことですけど、直前まで分かりませんね、これはね。なぜ本当にないことを平気でおっしゃる方々なんで、その最後の最後までですね、本当にないことを言い続ける可能性がありますから、そこのところはですね、こういう動きでこうチェックしておかないと、いきなりドカーンと
まあ来ても別にどうでもないですけどね、私個人は。私個人はどうってことないんですけど、関連のね、日本の企業の株価がドーンと下がったりしますから、そのあたりはですね、まあ注意すべきは注意すべきですね。ちょっと落ち着いてきましたね。止まりましたね。1154.88 でございます。この私が見てるページ貼っておきますんで、まあ皆さんも気に入られたら、ブックマークなんかに入れてですね、時々見てると面白いですよ、という話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。